記録的大雪、なお680台足止め、福井県が災害救助法適用、2夜連続の車中止まりも。大雪で、福井、国道8号、以前車1400台立ち往生、道路に重機入れず、スコップで作業。北陸で大雪続く、福井で135センチ、日本海側、8日にかけ警戒。強い寒気の影響で、北陸を中心に、 日本海側は7日日も大雪となった。日本海側の大雪は8日にかけて続く見通しで、気象庁は交通障害や路面、水道管の凍結に注意するよう呼びかけた。積雪は7日午前6時現在、福井市135センチ、金沢市75センチ、富山市74センチ、福井市では37年ぶりに、 積雪雪が130センチを超えるる大雪となっている上空の強い寒気の影響で、7日は四国から東海の太平洋側でも大雪となるところがある見通し、8日午前6時までの24時間予想降雪量は、多いところで北陸、中国50センチ、東北、関東甲信、近畿40センチ、東海30センチ。 北海道20センチ、四国10センチ。北陸地方の記録的な大雪で、福井県内の国道8号で、6日午前に発生した車の立ち往生は、ほぼ丸1日、たった7日午前も続いた。県によると、少しずつ解消しつつあるが、依然として約1400台が動けない状態だという。県の災害派遣要請を受けた陸上自衛隊は、 道県堺市などで除雪作業を続けた。道路に重機が入れず、スコップで作業しており、解消の目どは立っていない。富山市では、7日朝、除雪中の男性が死亡した。食料、燃料、CO 中毒の懸念、車中で一夜。7日午前8時20分ごろ、富山市府中町下瀬で、 道路の除雪作業をしていた40代の男性会社員がフォークリフトごと用水路に転落下敷きになって死亡した各地の消防によると富山石川両県で7日除雪中に転倒するなどして少なくとも13人がけがをしたまた福井県によると5から6日の県内の人的被害は福井市内で6日 雪に渦漏れた車内で心肺停止状態で見つかり、死亡が確認された男性1人のほか、重傷4人、軽傷12人の計17人。重軽傷は、除雪作業中の転落などが多かった。また、軽傷のうち3人は、国道8号などで立ち往生した車内で体調不良を訴えた男性で、いずれも健康上の問題はないという。富山石川 福井各県の教育委員会によると、3県で、小中学校や高校など450校以上が臨時休校した。国道8号の立ち往生は、大型車が脱はするなどして発生。陸自などによると、ピーク時に、福井県蕨市から堺市にかけての約10キロで立ち往生した約1500台は、約400台に減少。ただ、その前後でも立ち往生があり、 約20キロの範囲で約1400台が動けなくなっている陸自は、隊員約750人が出動し、6日午後から夜通しで除雪を行い、食料やガソリンなどの救援物資を配布した